ヒアルロン酸で美しくなる。ヒアルロン酸は最近よく話題になってきている美容成分でセレブたちのスキンケアに使われることで名前が広がってきましたが特定の食材を食べることで体のヒアルロン酸酸性を促すことができるということはあまり知られていないようです。ここではその食材をご紹介します。ヒアルロン酸って何何にいいの コラーゲンと同じように、シワや老化現象など、お肌のトラブルと戦うのがヒアルロン酸です。ヒアルロン酸は体内の細胞、臓器、軟骨組織、そして神秘に存在します。そして年齢とともに、その量も減っていくのです。35歳になると、体内のヒアルロン酸の有ぶ生成率が急激に落ち、 顔や体のあらゆる部分にその影響が出始めます。最も顕著なのがフェイスラインの崩れやたるみです。つまりピンとしたシワのない針のあるお肌を作り上げるのです。美容薬などは90年代からヒアルロン酸を使っています。 体内に取り入れることでお肌に膨らみを与え、若々しく見せます。ヒアルロン酸を体内でウーするのが難しい年代に入ると、それを実際に漢字ヒアルロン酸を使用し始める女性が多いようです。以下の部分に年齢が現れやすいです。口の端、リップライン。方。方霊線。 カラスの足跡、目尻のシワ。ヒアルロン酸を自然に取り入れる方法。ヒアルロン酸は、若さの泉とも呼ばれ、シワなどの改善だけでなく免疫システムの向上や細胞の再生にも役立ちます。赤身の肉。 赤身のお肉にはヒアルロン酸が含まれています。また、コラーゲンの生成にも役立ちます。高価な美容手術や治療は必要ありません。ヒアルロン酸は板を癒し、弱った細胞に力を与えます。おすすめのお肉。ラム。ビーフ。小牛の肉。 ダック。七面鳥。ゼラチン。ゼラチン。ゼリーなどはダイエット食品や子供のおやつなど夏によく使われます。ヒアルロン酸がたっぷり含まれている上に、爽やかで美味しく、カロリーの低い食べ物です。細胞の健康を改善するためにも、毎日取り入れるようにしましょう。フルーツなどとのコンビネーションで、 ヒアルロン酸はお肌に素晴らしい効果を与えるだけでなく、代謝すると関節や骨液に流れていきます。ゼラチンはヒアルロン酸を取り入れるパーフェクトな食材です。タラの勧誘。タラの勧誘はナチュラルフードのお店などで見つけることができます。タラの勧誘にはヒアルロン酸だけでなくビタミン A も入っています。 コラーゲン生成を促し、シワなどの老化現象を予防します。たくさん取る必要はありません。1日小さじ1杯程度で十分です。野菜。野菜にはヒアルロン酸を含むビタミンなど多くの栄養素が入っています。最も多く含んでいるのがジャガイモとスイスチャードです。 ですが、揚げて食べてはいけません。揚げてしまうと全くの逆効果になってしまいます。これらにはコラーゲン生成に必要な亜鉛も含まれています。また、トマトペツパー類、人参、ビーツなどビタミンやベータカロチンの豊富な野菜もたくさん食べましょう。果物。果物は美肌はもちろん、 体の健康にも欠かせない食材です。ヒアルロン酸に加えてビタミン C の多い果物を選びましょう。目にも良く、またフリーラジカルから受けるダメージからお肌を守ります。柑橘類、オレンジやグレープフルーツなどやベリー類、イチゴやラズベリー、チェリーなどに多くのビタミン C が含まれています。ハーブ。 ハーブは普段の料理に旨味をプラスしてくれる食材です。また、栄養価も高く健康で美しい体作りには最適です。パセリ、シアントロ、ローズマリー、バジルなどをプラスすると、シワを目立たなく主体者を高めます。最後に、ヒアルロン酸5成に欠かせないマグネシウムを多く含む食材をご紹介します。 バナナ、ハプリコット、アボカド、カシューナッツ、アーモンド、クルミ、栗、豆類、ひまわりの種、豆腐、大豆粉、玄米、泡、牛乳、ヒアルロン酸を多く含む食材、うせを促す食材をバランスよく食事に取り入れることに加えて、 一日蓋の水を飲むこと、運動をすることを心がけてください。そうすることで、お肌や健康に害を及ぼす溜まった老廃物を外へと排出します。もちろん喫煙や飲酒、コーヒーも控えてください。そうすれば若々しく美しいお肌をキープすることができますよ。